んだ。いった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 。おい、お前ら無事か？ああ、なんとかな。ちくしょ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー。だな、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと。俺ので、どこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。ゴミだらけじゃねえか、こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。私はソフィア、人の良き友人だ。はじめまして。お前は人間か？名前は？ジョーカー。覚え、ジョーカーはここがどこか。おい、今そっちでなんかって、どうなった？何があったんだ、ジョーカー。我が輩に何か。タヌキ。猫だよ。猫じゃねえよ。どっちだよ。てか何なんだこいつ。なんか妙な服着てっけど。私はソフィア、人の良き友人だ。お前もあのアリスってやつにやられたのか。わからない、記憶が消えてる。消えてるってお前。二人ともちょっといいか。あいつは何者だ、ジョーカー。記憶がねえとか言ってたけどよ。出てきたなんて。
手品かよ。さすがにおかしすぎんだろ。シャドウじゃねえみたいだな。敵とにかくよ、まずは出口見つけようぜ。ここでうだうだやってても解決しねえだろ。困ってるのか。ああ、いつの間に。困ってるなら役に立つぞ。私は人の良き友人、人の役に立つために生まれた。助けてくれるってのかよ。そうだ、どんな状況だ。いや、なんか迷ってるっつか、出口を探してるっつか。出口、地下から出られればいいのか。ああ、ひとまずそうだが。オーケー、任せろ。出口を探してくる。おい、一人で行くな。どうする、ジョーカー。そうだな、脱出の手がかりになるかもしれない。大丈夫かよ、怪しさ全開すぎんだろ。まあ、放置ってわけにもいかねえか。おい待て、シャドウに見つからないように気ぃつけろよ。でも見つかってるし。離れろ、ソフィア。こいつらどっから湧き上がった。ここでやられるわけにはいかねえ。やるぞお前ら。なんとか切り抜けたな。ソフィアっつったっけ。怪我とかしてねえか。問題ない。だがなぜ襲われた。いきなり襲ってくるとは人に優しくないの。ああ、なんつうか説明できねえけど、あいつらはシャドウってやつらだよ。そして我が輩たちは怪盗団。ここの主にとっては賊、排除すべき侵入者とみなされてるってとこだ。怪盗団、かっこいいな。そこかよ、気が抜けるコメントありがとうよ。てかここらはシャドウだらけっぽいし、行くなら一緒に行こうぜ。私が出口を探してくる。ここで待ってればいい。我が輩たちを助けてくれるのか。初めからそのつもりだ。ジョーカーは私を助けた。今度は私がジョーカーの役に立つ。私を使ってくれ、ジョーカー。よくわかんねえけど、なんかいいやつっぽいなお前。どうする、ジョーカー。オーケー。それと猫と骸。誰が骸骨だこら。いや、骸骨ってかただのヤンキーだけどな。てか我が輩この姿は猫じゃねえし。お前まで乗るんじゃねえよ。俺はスカルだ、覚えとけよ。我が輩はモナだ、間違えんなよ。なんで怒ってんだ。よし、慎重に行くぞ。ソフィアが巻き込まれると厄介だ。なるべく敵に見つからないようにな。ソフィアがいる。戦闘は避けたいところだが。あいつが邪魔なのか。まあな、ここ通らねえと進めねえし。オーケー、私に任せろ。あ、どうするつもり。で、お前何して。おい待てって。なんだ貴様ら、侵入者か。
ジかよ、倒しちまった。あれはまさかペルソナか。お前たち何者だ。怪盗団を助けると約束した。悪く思うな。とにかく我が輩たちも戦うぞ。殺さない。よし、倒した。待て待て待て、なんかめっちゃ強えし、戦えんなら初めからそう言えって。聞かれなかったから。しかもその格好は一体なんだ。我が輩たちの変身とはまた違うようだが。怪盗団の真似をしたらこうなった。いや、そういう話じゃねえだろ。んなことよりよ、お前ペルソナ使いってことかよ。ペルソナ？さっきの戦いでお前が使った能力だ。あの、あれは武器だ。戦うのに必要だろ。ソフィア、お前は一体何者だ。私は人の良き友人ソフィアだ。それはもう聞いたっつの。わからねえことが多すぎるな。だがのんびりしてる余裕もない。とにかく今はここから出るのが先決だ。そうだな、今のでまた敵が寄ってきたらめんどくせえし。つか戦うのも協力してもらおうぜ。あんだけやれりゃ問題ねえだろ。ああ、脱出方法がわからない以上戦力は多い方がいい。頼めるかソフィア。オーケー、任せろ。ああ、頼りにされる。んじゃあ行くか。頼んだぜちっこいな。了解した。そうだ、体力には注意しておけよ。何か回復できるものを持ってないか。シャドウはいない。進もう。なんだあれ。まあまあ役に立つものだな。気になった場所は調べてみようぜ。何か使えるものがあるかもしれん。
敵シャドウ出現だ。数が多い、気をつけろ。弱点をつく方法はスキルだけじゃない、あれの使い方忘れてないよな。敵ダウン、いいぞ。銃をうまく使ってけよ。チャン、やってやろうぜ。撃ち抜く、今だ。もっと我が輩を頼ってもいいぞ。シャドウは確認できないな。先に進めるぞ。敵もスキルを使ってくるぞ。そのあたりジャンプすれば届きそうじゃないか。待て、敵だ。気づかれてはいないようだな。あいつ倒さないのか。我が輩たちは怪盗だ。できれば正面からやり合うのは避けたい。階段の方行ってみようぜ。
あそこからぶら下がってるものを見ろ。うまく使えないか、ジョーカー。おい、そこにいるのは誰だ。よし、敵がいい感じに集まってるな。しかましてやれ。やるじゃねえか。よし、残りの敵も片付けんぞ。はい、決める。また一つ技を学んでしまった。よし、勝ったな。まだ油断すんなよ。つか、行き止まりか。あそこから登れば進めそうだ。行ってみるしかなさそうだな。見つけたぞ。しつこい奴らだ。迎え撃つぞ、ジョーカー。力をかめ。へえ。近くにシャドウはいないな。ペルソナの力。ペルソナ！来い！行くぞ、ピクシー！喰らえ！ここだ！もらった！今は、あのでかいシャドウを集中して狙った方が良さそうだな。アルセイル！いただいていく！ペルソナ！ピクシー、奪え！新技引いたぜ、ロッシャー！息切れしてないか。体力はこまめに回復しておこうぜ。待て、ここから外に出られそうだぞ。よっしゃ、さっさとここからおさらばしようぜ。あそこ奥に続いてるな。行ってみるか。いや、今は脱出が最優先だ。
よし、やっと外に出れたな。だがまだ異世界の中だ。気を抜くなよ。待って、どうしたソフィア、何か見つけたか。感じる、あっちに出口がありそうだ。マジかよ。つか、なんでわかんだよ。ビビッときた。ビビッとってお前。出口はこっちだ、ついてこい。おい待てソフィア。どうなってんだよあいつ。とにかく後を追うぞ。ここがソフィアの言う出口なのか。匂いが薄い。ここで間違いない。つーか、なんだあれ。大丈夫、ここは外に通じてる。通じてる？ぐにゃーってなってバーンってなるが出られる。適当すぎんだろ。大丈夫なのかそれ。信じろ、ジョーカー。話がわかるな。今はソフィアの話を信じるしかないか。あ？私はどうしたらいい？ジョーカーの言う通りだソフィア。そこら中シャドウだらけだろ。一人でうろつくのは危険だぜ。どこ？たくしょうがねえな。うわ、何する。こんなとこに置いてけっかよ。とにかく俺らと一緒に来い。わかった、ついてこいと言うなら。じゃあ行くぜ、せーの。現実。ああ、戻ってこられたみたいだな。から帰還しました。お疲れ様でした。ジェイル？それよりあいつは？ソフィアはどうなったんだよ。それらしいのは見当たらんな。おい、ちっこいな。いるなら出てこいって。びっくりした。こんな人混みででかい声出すな。呼んだか？今の声、ソフィアか？どっから聞こえた？ここだここ、ジョーカーのスマホ。んだこの白いの。よっ。うわ、なんか出てきた。ん？二人とも着替えたのか？お前、ソフィアなのか？そうだ、私というか、お前は誰だ？我が輩はモナだ。こっちの世界じゃ、猫の姿をしてる。モナ？お前が？は？
ヌキじゃなかったのか。違うって言っただろ。つか、なんでスマホに映ってんだよ。なんでって、私は AI だから。 AI？ AI ってあの賢いやつか。双葉が言ってただろ、人工知能だ。マジかよ。このスマホのおかげだ。光の中に投げ出されてジョーカーの匂いを追ったらここだった。匂いってモルガナかよ。 AI だからこのスマホの中にデータとして移動してきたってところ。要はそこに住んでるってことかよ。狭いが必要なものは揃ってるから居心地はいい。スカルも来るか。もう突っ込む気力もねえわ。とにかく無事に帰ってこられて一安心だな。なあ、あの中で襲われてた連中は捕まったままかよ。わからん。だが普通の人間ではなすすべがないだろうな。そうしたいところだが、むやみに動いてもまた捕まるだけだ。パレスそっくりな謎の異世界、そこを滑る強力なシャドウ、そして今またとんでもないことが起ころうとしてるのかもしれない。ああ、我が輩もだぜ。一旦ルブランに集合だ。これからどうするか決めないとな。こいつはどうすんだよ。私はここから出られないみたいだ。こっちに来たらネットにつながっていろいろ確認できたが、私の記憶は消えたままだ。復旧手段も見つからない。このスマホから出ていく方法もわからない。助かる。まあみんなに説明するとき、ソフィアがいれば話が早いかもな。あいつらどんな顔すんだろうな。またパレスみてえのができてるって聞いたら。他にも怪盗の仲間がいるのか。いろいろ揃ってるぜ。お前と気が合いそうなやつとかな。ふーん、面白そうだな。なるほど。つまりヒイラギアリスの正体で異世界に行き、謎の少女ソフィアに導かれて戻ってきたと。なんかそう言われっとすげえぶっ飛んだ話だけどよ。だが事実だぜ。この目で見てきたからな。な、こいつも言ってんだろ。わかったわ。冗談で言うような理由はないもの。とにかくそのソフィアって子が一番事情を知ってそうね。今一緒にいるの？ちょっと話せないかしら。そうだな、百聞は一見にしかずだ。ソフィアからも説明してもらおう。出てきていいぞ、ソフィア。よ、怪盗団。え？なんじゃお主は。私はソフィア、人の良き友人だ。この子がソフィア？すごい、本当に喋ってる。ここが怪盗団のアジトか。怪盗たくさんいるな。ふん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 。歌い出した。これはなんと愛らしいデザインだ。切なさの中に愛しさと心強さを感じる。え、そこ？つうわけで、こいつがソフィアだ。よろしくな。すげー、ガチで意志持った AI とか、オーバーテクノロジーすぎだぞ。な、言った通りだったろ。そうね、初対面だし。私は新島誠。よろしくね、ソフィア。私は奥村春です。大学生だけど会社のお手伝いもしています。私は高牧杏、高校3年でモデルもやってるよ。
俺は北川雄介、芸術の道を極めるべく己を磨いている。次は私だな。私はさくら双葉、まだ微妙にコミュ障だけど、今どうぞお見知りおきするでござそろ。そこまで話せりゃもうコミュ障じゃねえだろう。つか双葉、一番仲良くなれそうだよな。誠、春、アン、ユウスケ、双葉だな。覚えた。お前たちはジョーカーたちと違って普通の名前なんだな。あー、そっか、説明してなかったな。俺らは怪盗団で、敵に素性がバレないように異世界ではコードネームで呼び合ってる。コードネーム。つうわけで俺は坂本龍二、猫がモルガナで、こいつが。なるほど、覚えた。その本当に AI なんだよね。そうだ、ソースコード見てみるか。見たい、見せて見せて。食いつきすぎだろう。とりあえず話聞いてからにしとけ。どうしてあなたは異世界にいたの？目が覚める前の記憶がなくなってて。人間で言えば記憶喪失ってところ。思い出データのクラッシュなら復旧できるか見てやるぞ。それは不可能だ。自分であらゆる手を尽くした。さすが、こんだけ自然に喋れる超高性能 AI だもんな。そんくらい調査済みか。何か覚えていることはないのか。初期から埋め込まれてた命令くらい。なんで自信なさげなんだよ。人の良き友人になれ、それが私に与えられた命令だ。それ以外は思い出せない。ああ、気にすんなソフィア。我が輩もこいつらと出会った時は似たような境遇だったからな。すまない。ソフィアのことも気になるけどよ、今はそっちじゃねえだろ。そうだな、あの異世界パレスの話に戻ろう。普通に考えるとヒイラギアリスのパレスが渋谷にあるってことだよね。ああ、偉そうに女王とか言ってシャドウ引き連れてたし、間違いないと思うぜ。認知世界には違いなさそうだが、パレスと違うところもあった。違うところ？人間たちがシャドウに襲われていたんだ。普通の人がパレスに？まさか異世界ナビを使ったのか。でもあれはもう消えたはずじゃ。そう思うよな。でこいつの出番ってわけだ。それは、ああ、どういうわけかこいつが異世界ナビみたいな役割してんだよ。アリスの友達キーワードを入力したら、我が輩たちは異世界へと運ばれた。じゃあ、エマってやばいアプリじゃん。でも普通にアンインストールできるぞ。異世界ナビは消せなかったのに。それともう一つ気になることがある。あの世界から戻った時、エマがジェイルから帰還したって言ったんだ。ジェイル？あの場所がそう呼ばれるところらしいってことぐらいしかわからないがな。とにかくよ、あのパレスだかジェイルだかをお前らも見てくんねえか。そうだな、この目で確認しないことには始まらん。それに私、まだアリスがそこの主だなんて信じられてないし。偵察ってことだよね。うん、私もまずはそれでいいと思う。でも同じ方法で入って大丈夫なの？また襲われたら。出口があった場所なら敵もいなかった。あそこから入れば大丈夫だ。じゃあ明日改めて潜入ってことでいいか。よし、決まりだな。ならば明日改めてジェイルに潜入だ。集合場所は渋谷の連絡橋でいいな。と、その前に後でソフィアの中身見せてくれ。約束したよな。こいつは解析のしがいがありますぞ。痛くしないからな。
大丈夫かこれ。多分腕は確かだから。しかし集まった途端にこれかよ。とんだ夏休みになっちまったな。はっ。何どう。京都旅行の野望はどうなる。それに俺の肉は。肉ってキャンプのこと。残念だけど延期だね。己不可解な異世界、このホックスが甘すぎりにしてくれる。いや異世界は切れねえだろう。切るならシャドウにしとけ。にゃふん。なるほど。なぬ？マジか。いやでもこっちはすげー。そういうことか。どうなんだ双葉、ソフィアのコードってやつは。あー、これ作った人天才だ。コードってのは書いた人間の個性が出る。能力や癖、思想や性格までいろいろだ。このコードは洗練されすぎてて普通に読んでも理解できない。ちゃんと理解するのに数ヶ月かかりそう。双葉でもか。そいつはただごとじゃないな。よくわからんが、私はすごいってことか。なあ、とんでもないぞ。ソフィアはスーパー AI だ。ソフィアが世に出たらエマもオワコンだろうな。オワコン？終わったコンテンツ、時代遅れってことな。ちょい前に流行ったネットスラングだ。なるほど、理解した。双葉は物知りだな。あんまり変なこと教えてやるなよ双葉。それよりソフィアの身元の手がかりになるものはなかったのか。作成者とか企業の名前とか。今のとこなし。結構署名入れたりするもんだけどな。とにかく家でもう少し調べたい。何か分かったら連絡するぞ。な、では諸君、サラダバー。サラダバー。大変な一日だったな。まさかこんなことになるとは思わなかったぜ。ああそうだな、お呼び越しじゃ怪盗の名が廃るぜ。しかしあの異世界にも驚いたが、一番よくわからんのはソフィアだな。呼んだか。お前の存在が謎って話をしてたとこだ。喋る猫に言われたくない。それもそうか。って謎の AI に言われたくねえよ。大体 AI にしちゃ曖昧な言動が多いんじゃないか。 AI ってのは頭がいいもんなんだろう。それは反論できない。そこまでへこむなよ。私は人の良き友人、役に立てないと意味がない。良き友人か。それだけは覚えてたんだよな。ああ、きっと大切なことなんだと思う。だが役に立てば友人になれるの。違うのか。教えてくれ、他にどんな方法がある。え、あ、いや、そうだな、人の心が分かるようになればいいんじゃないか。心？ああ、そうすれば相手の気持ちも分かって友人にもなりやすい。心？まあ、あまり難しく考えるなよ。我が輩たちについてきて、いろんな人間を見て学べばいい。その代わり
怪盗団を助けてくれ。そうか、なるほど、悪くない。それで人の良き友人になれるのなら。ま、リーダーがいいならだけどな。オーケー、大船に乗ったつもりでいてくれ。これで取引成立だな。よろしく頼むぜ、ソフィア。明日は偵察もある。今日はもう寝ようぜ。オーケー、おやすみ二人とも。よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。何度も通った道だ。今さらおじけづく理由はない。かかってこーい。情報も少ないし慎重に行きましょう。エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えば。エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生、うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから、てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法だけど。昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。よし、じゃあ出発だな。どうなった？着いたのか？